1年って聞くと長く感じるんですけど、あの自分自身生活していってパリオリンピック当日になると多分短かったなっていうふうに思うので、まあ一日一日を大切にして歩んでいきたいです。引退しても皆さんの心に本当に最強だったっていう、あの最強な選手はって言われた時に私の名前が出るような選手になりたいと思ってます。東京オリンピックの時もそうだったんですけど、本当に歴史に刻めるようなあの大会にパリオリンピックでもしたいなと思っているので、しっかり兄と2人で切磋琢磨して歩んでいきたいです。まあ、でも2連覇って本当に厳しい戦いになると思うんで、その辺はそうですね、まあ、東京オリンピックを超えるぐらい、まあ、強くなって、はい、パリに出て優勝したいなっていう気持ちです。準備期間が長いとしっかりと準備できるっていうふうに思ってるんで、本当にもう最高のコンディションで、まあ、パリを迎えれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ兄弟で2連覇っていうのは、ね、本当に最大の目標なんですけど、まあお互いがしっかり準備してお互いがやることをすれば、おのずとその兄弟で2連覇っていうのは達成できるのかなっていうふうに思ってます。やっぱり東京オリンピックを逃した時にやっぱり挫折しそうになった時もあったんですけど、そこでしっかり諦めずにあの頑張ってきたので、やっぱりこれは今までの柔道人生のなんか一大イベントなのかなと思ってます。昨日内定をもらって、いろんな方から連絡をもらって、こんだけ応援してもらってるんだなと思った分、あの一人じゃないって思って、その分こうなんていうんですかね、自分ができることは金メダルを取って帰ってくることだと思っているので、それで皆さんに恩返しできればなと思っています。たくさんマイクがあって恐縮です。その大きすぎてあんまりこうなんていうか具体的には話せないんですけど、とにかく、夢のような舞台に、出ることが決まったということで、すごく嬉しく思っています。あの投げたいっていう気持ちを強く持っていますので、投げて勝てるように頑張っています。自分の投げるスタイルで、金メダル取れるように頑張ります。